はい、皆さんお久しぶりです。エマークです。久しぶりの動画になりましたね。ちょっとね、ツイッターの方ではぼやいたんで、まあご存知の方もいらっしゃるかなとは思うんですけども、私、うつ病になりました。はい、まさかね、なんていうんですかね、すごいね、僕ね、ポジティブ思考だし、すごい適当だし、人生になるようになるっていう感じで生きてきたので、まさかねこの俺様が、うつ病になるなんてね思ってもいなかったんですけどね、うつ病になってしまいました。はい、まあね、もうだいぶね体調も良くなって、まあこうやってね実際動画は撮れているんでもう大丈夫なんですけども、まあね、しんどかったですよ。思った以上にうつ病は、しんどいということが分かりました。でね、具体的にどういう症状だったかって言いますと、とりあえずね体が常にだるいですよね。で、あとはね、夜眠れないとかね、あとはやる気が出ない。でこのねやる気が出ないっていうのも、仕事に対してやる気が出ないとか、動画を作るやる気が出ないとか、もうそういう問題じゃない、もうね人生生きることに対してねやる気が出なくなっちゃうんですよ。はい、まああとはね、集中力が持続しないだとかね、まあなんかいろいろあって、もう本当にね思った以上にしんどかったです。はい、まあそんなにね、重度のうつ病じゃなかったっていうのと、まあいち早くね心療内科の方に行って、薬を処方してもらってね、それを飲んだんで、まあ意外と早く復活はできたんですけどもね。でね、なんでうつ病になってしまったかっていうと、特にね、仕事関係とか、あとはね、人間関係とか、まあ、そういうことじゃないんですよ。実はですね、先月の3月の19日からですね、ちょっと手術のためにね、入院をね、しておりました。はい、まあ、特にね、命に関わるようなね手術ではなくてですね、まあ、ちょっとね腎臓の方に石が溜まっちゃって、まあ、それを内視鏡でね、砕いて取り出すっていう手術だったんですけども、まあ、手術自体はですね、無事に終わりまして、まあ、大体24時間ぐらいでね普通にね痛みもなく歩けるようにはなってたんですけども、一応ね、様子見っていうことで、3泊4日でね、入院をしていました。でね、入院をするとね、まあ、僕なんかは全然その大したね、病気じゃないんで、元気なんですけども、周りにはね結構なんていうんですか、重病の患者さんとかもいらっしゃるわけですよ。なんかね、そういう人たちを見てるとね、だんだんなんか心がこう沈んでいくというか、ああ俺も10年後20年後ああなっちゃうんかなとかね、思い始めると、もうどん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 そういうことばっか考えるようになっちゃって、もう入院中もねもうほとんど寝れなかったんですよね。でこれがですね、まあ入院してるからなのかなと思って、家に帰ったらね、まあ、普通にもう元気になって、普通の生活がね送れるんかなと思ってたんですけど、もうね家に帰ってもねもう変なことばっか考えちゃうわけですよ。まあ、とにかくねもうなんか嫌なことばっかり考えて、未来思考的にね物事が考えられなくなって、その生きているっていう実感が持てないっていうか、何のために生きてるんだろうとかね、なんかそんなことばっか考えるようになっちゃってもうどん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 ドツボにはまっていっちゃってたんで、まあ、これはちょっと良くないよと、あもうこれちょっと心の病気だなと思って、もう次の日ですよ、退院して次の日もうすぐね、心療内科の方に行きまして、診察受けたらね、やっぱうつ病ということで診断されて、まあちょっとね薬を処方されました。でその薬がですね、これですね、サインバルタっていう多分精神安定剤みたいなもんだと思うんですけど、これとあと夜寝れないんでね、プロチゾラムっていう、これ多分睡眠薬だと思うんですけど、これを処方してもらいました。でね、このサインバルタっていう薬を飲むとね、まあだいぶね楽になるんですよ、飲むと。うん、でまあだいたい2週間ぐらいですかね、飲み続けて、もう今はもうほんと、普通の生活が送れるまでね、復活したんで、まあこれからね、ちょっとまた、動画ね、作って、更新もね、していきたいなと思ってるんですけども、だけどね、ほんとね、うつ病、しんどいです。
僕みたいにそもそもそんなにその心が弱くないというか適当に生きてる人間はまあ2週間ぐらいになるのかもしれないですけども、悪化するとねもう本当やばいと思いますよこれ、うん、本当きついと思う。ちょっとそういう心の病で悩んでる人がいらっしゃったらねもう本当 早めにね、心療内科行ってもうちょっとケアをしてもらった方がねもう絶対いいと思いますね。あとはねちょっと周りの理解っていうのかなそういうのも必要になってくると思うんですよね、まあ、僕の場合もうツイッターとかでね、言っちゃったんで、鬱になりましたってなんか言うことでね、楽になるっていうか、あとはね職場でもねちょっとうつ病になってしまいましたっていう話をしたらもうすごくね、協力的でなんていうかな、まあ、そんなに無理しなくていいよみたいな感じでね、言ってくれたんですごくね、2週間だったんですけどもね、非常にね、助かりました、うん、やっぱりその周りの協力というか理解っていうのもね、必要になってくると思うんで、まあ、なるべくね早めに心療内科に行って、薬等をね処方してもらって、あとはもう、言っちゃうことですよね、言うことでだいぶ楽になると思うんで、うん、そうやってやっていくのがいいのかなというふうに思いましたね。それでですね僕は今回ね、腎臓の石を砕くっていう手術をして、まあ、3泊4日で入院したんですけども、右側の腎臓に石があったんですよね。で実はですね、左側にも、石がありまして、だいたいね2センチ台の石がね、左側は2個あるんですよ。で、1回で取り切れないっていうことなんで、まあ、ちょっと今年中にねあと2回入院しないといけないっていうね、ちょっと苦行がね残ってるんで、今度はねちょっとうつ病にはなりたくないんだよな。手術はねまあそのそんなに苦痛じゃないんでいいんですけど、もううつ病はねほんときついんで、ちょっとねそこだけは何とか回避したいなと思ってるんですけど、まあちょっとね心のことなんでねどうなるか分かりませんが、まあその時はその時かなというふうな感じですね今のところね。まあとにかくですね、もうほぼ良くなったんで、というかもう完璧に良くなったんで、まあ、いろんな人にね、ご心配をおかけいたしましたが、もう大丈夫なんでね、いろいろご迷惑をおかけしました。あとはね、いろいろお見舞いのね、言葉とかね、いただいてね、本当にね、心がね、安らぎました。本当にありがとうございました。はい、というわけでね、今回ちょっとね、変な動画になっちゃいましたけども、まあちょっとね、うつ病になりましたと、いう動画でした。これからですね、またね、頑張ってね、動画の方を作っていきたいなと思います。ちょっとね、結構溜まってる編集前のね、動画結構あるんで、それちょっと片付けつつね、やっていきたいなというふうに思っております。はい。というわけでね、今回はこの辺で失礼をしたいと思います。Mマークでした。さよなら。バイバイ。もう元気だからね。